武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は徳島大学の入試について話していきたいと思います。徳島大学ですが、まず、2016年、にですね、学部学科の再編、まあ、改組が行われまして、総合科学部と工学部、に関してですね、まああのまあ、総合科学部自体はまだ、まあ、その再編でもあるんですが、まあ、あの工学部とが、理工学部と生物資源産業学部に分かれ、まあ、あの工学部の、まあ、理工学部と生物資源産業に、総合科学の、一部が、まあ、移行されたという形に、なっています。で、まあ、あと、入試の変更についてですね、こちらがあの2018年の入試から、まあ、主に薬学部が、大きく変わる形になりまして、まあ、どう変わるかというと、今までがその薬学部の薬学科と、創生薬科学科、要は4年生と 6,、まあ、6年生と4年生ですねが、一括募集だって、3年次で、まあ、グループ分けというか、どちらに進むか、選択となったんですが、今回、まあ、2018年からは、まあ、最初から募集枠を変えるという形になるという点に大きな変更があります。で、そんな徳島大学ですが、まあ、入試の、まあ、センターのパーセンテージに関してですね、まず、まあ、総合科学、こちらはまあ6割中盤から後半程度で、医学部、医学科はまあ8割後半できれば9割で、看護ですね、保険の看護、こちらはまあ6割、中盤で、それ以外の、まあ、医科栄養、保険の放射線や、検査技術、こちらに関してはまあ7割前半とから、まあ、目標中盤という形になっています。で、歯学部、こちらは、7割後半から、8割程度、まあ、歯学部の歯学科ですね。で、航空保険はまあ6割中盤、から後半程度。で、薬学部、こちらは、まあ、大体8割前半ですね。まあ、こちらがその2018年からは、まあ、薬の薬と、まあ、創生薬科でパーセンテージは、まあ、薬の方が高くなるかとは思いますが、まあ、それでも両方とも全体的に高いことはまあ変わりないかなと思います。で、理工学部、こちらはですね、5割、中盤程度、で、生物資源、こちらもまあ5割中盤からまあ後半程度という形になっています。ではそんな、徳島大学ですが、英語、数学、国語、物理、化学、生物、総合問題、それぞれの、勉強について自分が見たい科目を選択してください。